ブラジル代表であった。ポジションは、フォワード、攻撃的ミッドフィールダー。スペインのセルタデビーごと、レアルベティスに、K9 シーズン在籍し、253試合に、出場して63得点を挙げた。どちらのクラブでも、クラブ初の UEFA チャンピオンズリーグ出場を、果たしている。1997年に、 サンパウロ FC でデビューし、2000年までに11試合に出場した。セルタで b 後2 0 0 0年夏に、スペインリーガーエスパニョーラのセルタで b 後に移籍した。2000から01シーズンは3得点に終わったが、その後はチームで最も重要な選手の一人として活躍した。2003から04シーズンは度重なる怪我に苦しめられたが、 UEFA チャンピオンズリーグの数試合に出場し、決勝トーナメント1回戦のアーセナル FC 戦では1得点を挙げた。2003から04シーズン終了後にセルタデビーゴはセグンダディビシオンに降格が決まり、エドはレアルベティスにレンタル移籍した。2004から05シーズンは左サイドハーフやトップ下として起用され、フォワードのリカルド・オリベーラと共に、 重要な得点源となった。2004年11月14日の FC、バルセロナ戦では、それまで7勝2分で首位を走っていた相手に、シーズン初黒星をつける得点を挙げた。2005年1月15日の、RCD マヨルカ戦では1試合に得点した。3月2日のレアルマドリード戦でも得点を挙げたが、このシーズンに、スペインに今日のどちらからも得点を挙げているのは、 エドとオリベーラだけである。リーグ戦では32試合に出場して11得点の活躍でクラブ初の UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。コパデルレーでは28シーズンぶり2度目の優勝を飾った。2005から06シーズンのリーグ戦での得点は3に減少したが、UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦エースモナコ戦では、 ロスタイムの得点で本戦進出に導いた。レアルベティス2006年夏、レアルベティスに完全移籍した。2006から07シーズン最終節の羅針、サンタンデール戦では試合終了前10分間に2得点にし、18位のセルタデビーごと勝ち点1差で2部降格を免れた。2007から08シーズンは再び残留争いに巻き込まれたが、自身は チームトップの12得点を挙げた。2008年3月29日のバルセロナ戦では、チームの1点目と3点目を決めた。2008から0九シーズンは、負傷により8試合の出場にとどまった。2009年4月のラシン・サンタン・レール戦と5月のマラガ・ CF 戦で得点してプリメーラ・ディビシオン残留に向けて尽力したが、18位で二部降格となった。 ブラジル復帰後2009年夏に、レアルベティスとの契約が満了すると、9年ぶりに、ブラジルに戻り、SC インテルナシオナルと2年契約を交わした。SC インテルナシオナルとの契約が満了した2011年6月2日、EC、ビトーリアに移籍した。2000年2月23日、タイとの親善試合で、ブラジル A 代表デビューした。ブラジルへ代表での出場は、 この一試合のみである。同年夏には U-23 ブラジル代表としてシドニーオリンピックに出場し、準々決勝まで勝ち進むマニーに得点した。ありがとうございます。